1、2、3、4、5。ズルをしないと間に合わない地獄と森のズルスピードラン。これね、コースの説明欄にズルは全部で6個ありますって書いてたんだけど、うわ、まず私1個目見つけたね。おそらくあそこなんじゃないかなっていうズルがあって、2個目も見つけました。皆さん今何個見つけてます？1回普通にやってみようか。全部で6個ズルがあるらしいんだけど、とりあえず5個とかでもクリアできるのかな。ズル全部見つける必要ってあるのか分かんないんだけど、とりあえずやってみます。うわ、まあここは暗いようになってて、今私のパッと見だと3つかな、ズル見つけてんの。それ以外は見当たんなくて、あるかな。やべ、もう全然、これ残り1秒しかないんだけど、これ入ってゴールとかあります？全然足りないんだけど時間。じゃあちょっとズルってみようか。まず1ズルはここでしょう。まあ、これは分かりやすいよね。で、次、2ズルね。これやってるときここなんじゃないかなと思った。で、次3ズル、まあ、3ズルもなんとなく、目星はついて、ここでしょ。いけ、もうそのままいっちゃおう。オッケー。3ズル、で、4、よし、うまい。4ズルどこにある？これヒップドロップして、ここだ。いいよ。4ズル、時間さっきより10秒以上ある。さあ、5ズル、6ズル。これギリギリ乗れる？いや、乗れそう。いや、乗れるけど、これで5ズル、5ズルだよね。え ?5? どこだ、あと1個。ちょ、みんな1回ズルする前に、これ左側行ってみていい？左側に何あんだろうね。私、これ、こっち側から、今右さっき行ったけど、どこに出んのこれ。あー、なるほどね。はいはい、やっぱりあそこを使った方がいいんだね。ここで、この土管に入るのが、11秒だったら早いね。何秒ある？早い早い早い。で、これバネのとこがマジ難しくて、微調整の週でいくわ。よーし！どうだ？まだこの先を全然見れてないから残り4秒。あと1個のズルを探してくれ、みんな！これ、ドッスンの上車で、来た来た来た！間違いない！これで6個全部ズル見つけたね。あそこの扉に入ればおそらくゴールで。さあ、ここね、ここも意外と、いけ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 、難しくて、このね、3つ目のトゲに当たる恐れがあって、うまい、くる、完璧だ。あとはあのバネを通せば完璧。これワンチャンいけるか。12秒台で土管入れたりする？あ、11秒だよな、やっぱり。いくよ、攻めるわ。熱っ、6秒ここ残ったの。熱っ、初初です。しゃがみジャンプ、いけ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 。で、こうだ、来た、いったんじゃない？楽しい。ちょっとね、一応右行ってなかったんで、右行こうかなと思います。私、これ今上行ったじゃないですか。右行くと、あ、こうなってたんだ。でもこれじゃほんと間に合わないね。ポケダンススピードラン。ポケダンスってあれかな？ドゥビドゥディダディダダン。レッツゴーパーリパーリポンポンみたいなやつかな。聞いたことあるよ。あれ流行ったよね、すごい。来た。なんだこれ。あ、楽譜ってこと？ポケダンスの。私もこれ全く同じにパクればポケダンスのコース作れんのかな？お、なってる。ベリバーリバーリバー、お、ピカチュウになってた今。あ、すげえ。これは EV ですね。私わかりますよ。で、サーベ、セーブ。これなんだ？シザリガーかな？なんだろうこれ。遠目で見ればわかると思うんだけど、最後遠目で見てみようか。気持ちいい。最後のちょっと枠分かんなかったんだけど、デリデリラララの前半はすごい私分かりました。ちょっと詳しく見させてもらおうか。わあ、これ土管に入ってるとこ見れてないんじゃないかな、さっきんとこ。うわー、見たかったな。マリオ探検隊、避けろ3本の大迷宮。来た。なんだこれ。こいつ効かないの？これどうやって通るんだ私。うわー、すごっ。あの状態って無敵状態になれるってこと？だから、近距離チューするギリギリで、オッケー。これ、チューのギリギリを攻めると、
面白い。これ土管入っていいのかな。じゃあ入れないんなんだこれ。絶対なんか出てくるぞアイテムとか。うわなんだこの不気味な土管。パチキを惑わすだけ。え面白い。え、すごい、なんかトライフォースになってんじゃん。なんかこっち行っても意味なさそうだけど、面白そうなんで行こう。うわーすげえ。マリオもね、ゼルダの伝説みたいにそのうちオープンワールドとかになったらこういう探索とかもあんのかな。あ、ちょ、中間ねー。おしゃれ、中間の位置。うわ、え?やばい、チューする距離感!危ねー。はい!むずー。わかりましたよ。これ一見難しいように見えるが、むずいやん。これ一見難しいように見えるが、同じルート行けばいい。で、これですよ。で、真上にジャンプと。見てください。で、次、右。危ね。右、左、真上。危ね。右、左、真上。で、右、次、左よ。左で真上、真上、真上。真上、で、右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 。これ、いつ終わんの?マジで。右、左、真上、真上、真上。真上、おいおいおい。コピー忍者、畑茶種子が攻略をつかんだぞ。ね、いつ終わんのマジでこれ。明日まで続いてるぞ、絶対。危ねえ!やばい!はい!間に合うか間に合うか?危ねえ!え?動いてるなんか。意味わからん、意味わからん。いや、意味わからん。なんかみんな、上で歩いてきている人いる。誰?救世主歩いてきてる上で。おせんだよ、来るのが、お前はよ。豪炎寺来た、豪炎寺。危ない。で、あ、入れるようになってる。あ、豪炎寺来てくれた。戻ってんじゃん。ミスった。左下、待って。うわさ、多すぎる。豪炎寺はね、結構みんなに来るのが遅いんだよって言われるのがね、稲妻イレブンのキャラなんだけど、定番なんだよね。いや、これ、豪炎寺くんのだいぶ、遅いんだよな。みんな、豪炎寺来た。来るのが遅いんだよ、お前は、まったく。オッケー。いや、難しかったね。でも、パターンゲーだったね。一回そのパターンを、大丈夫これ。まだいんの?お前、入りたくなっちゃうよ、そんなとこにいたら。よーし、これ無敵なの初めて知った、私。超面白かった。今日これやってあります。トゲゾウから逃げよう。激ムズって書いてるね。いくよ。うわ、トゲゾウ倒してからゴールなんだ。え、これ右行ってれば普通に行けんじゃないの?おいおいおい。え、これ、あ、ちょっとジャンプするとこある。ね、2マス以上のとこ、え、これ、ゴール条件が、うわ、ちょっと、え?めちゃめちゃ簡単じゃないですか。ねえ。え、本当に激ムズなのこれ。え、オッケー、一回でゴールしちゃうぜ。オッケー、あんま一回、これトゲゾウの乱数が良かったのかもね。綺麗に倒してくれたみたいな。一発マリオ。今日これやってやろうか。オンオフジャンプはちょっとね、4年前ぐらいに結構やったんだよね。これだね、これタイミングよくボタン押すと、こうやって上がれるんだよね。それを5発連続でやれみたいな。1、2、3、4、5。うわ、最後難しいけど、昔やったあれ体が覚えてるわ。どのタイミングで A 押すか。挟まる瞬間に A を押すんだよね、ジャンプボタン。1、2、3、4、5。